この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうだそうだ、 ETC レーンじゃないんだ今回ね。 ETC カード付け忘れたから一般車レーンに入んなきゃいけないんだ。ちょっとそこだけ間違えないようにしないと後ろに大名行列を作ってしまいます。坂になるとどうしてもね、エンジンかかりますよ。EV にはならないですね。うん、知ってる、大丈夫。ちゃんと左の ETC 一般に入るから大丈夫、安心してください。お、一般の方に入ります。まあ一般に入る人もいないけど、久しぶりにこの通行券を、ね、取りました。ここでですね、まあ、後ろから車も来ないんで OK ボタンを押してリセット間平均燃費をゼロに戻しました。モードね、スポーツにするから。プリウスの加速力ってのみたいですね。このコーナリングの感じはスムーズ、とりあえずスタッドレスタイヤですけどね。
し続けてるんですけども、すごいなんかねやばい、160何歩とかまで設定できる。一昔前までなんか110キロぐらいまでしかこの手のクルーズコントロールって設定できなかったような気がするんですけど、すごい数字が伸びていってビビりましたね。120ぐらいで一応上限は設定しておきます。ここまでの平均燃費 14.8km です。思ったより悪くないと思います。あんまりここでなんていうかエコに徹して走っても実用性がないので、一般的な一般的というか普段通りの走りでちょっとね行ってみたいと思います。連打しなきゃいけないっていうのがちょっと親指が疲れるかなと。5キロ刻みの方が楽だったかもしれないですね。押す回数が少ないっていう点では、まあ細かい設定できる方がいいのかな。いやなんか連打して親指疲れるなって思った時に、本当よく小学生の頃とか、なんだろうな、あの高橋名人に憧れてよくあの連打とかしてたよなってことを思い出します。あの時は連打しても親指が疲れるなんて思わなかったんですけど、やっぱり年がね、年が重ねるとね、あの親指連打もかなり辛くなってきます。今スターウォーズやったら多分一面で指つきますね。スターソルジャー、スターソルジャー指つるわ。で今のところはですね EV っていう表示は出てないので、モーターに加えてエンジンのアシストも、入っている感じなのではないかなと思いますね。で、このメーターの表示切り替えるときってどれを押したらいいんだろうっていうのがちょっと悩ましいところではありますね。今一体どれぐらい後輪に駆動力がかかっているかとか、そういうことが、一切分かりません。あ、なんかレーンキーピングアシストみたいなやつがボタンがあったんでちょっとそれを使ってみました。これ使ったらあれなのかな、ちょっと真ん中を走らせたの。緩やかに左にカーブしてますけど、あ、ハンドルちょっと動かしたらね怒られました。握ってなきゃいけないみたいです。でもまあとりあえず持ってさえいればいいみたいです。片方離したら怒られます。片手にしたら怒られる。
の車がいなくなった瞬間だとか、ところどころエンジンがかかる場面っていうのはあるんですけれども、それがそんなにうるさくて不愉快っていうわけでも、まあ、ないのかなと思います。はい、そしたらですね、ワッツインターチェンジを出発しまして、高速道路走行時における、この四輪駆動のエネルギー配分、駆動力配分について、調査を進めていきたいなと思います。とりあえず今出ます、ワッツインター。前後輪同じぐらいですね、このゆっくり出始めるところ。ここでとりあえずアクセル全開にしていきます。あー、なんかね、スピードが乗ってくるとね、やっぱり後ろのモーターってやっぱり追従できなくなる。走行時は基本的に前輪で、車を走らせている。ゼロ発進加速から、大体100キロくらいまでですかね、後輪のモーターが動いてくれるという、そういう感じになっています。あとはそうですね、安定して経過してます。ちょっと
らいんですよね、目的地ね。で、だいぶ日も落ちてきたんで、だいたい外の風景を撮る時間っていうのは終わったかなと思って、あとはまあ主にこのエネルギーメーターの、エネルギーメーターじゃないや、駆動力メーターの前後輪のトルク配分の方のレビューを行っていこうかなと思います。今はなんかこれ見てるとほとんど、前後輪のトルクがかかってないような状態で、直進しています。レーンキーピングアシストをつけると なんかね車の方に力が加わって、車を車線の真ん中に戻そうとするアシストが入ってくるんですね。それはそれでいいんですけれども、高速道路って走ってきた感じが非常に運転のしやすい車という印象があります。凍結高速道路レビューはちょっとできなかったんですけれども、一般道を走った感じが非常に安定、アンダー傾向が強くて、ケツ振ったりオーバーステアにはなりにくい車だということがとりあえず分かりました。積極的に車の向きを変えてっていうことを考えてる人は、ちょっと違う車の方がいいかもしれないです。ただ普通に安心して乗りたいっていう人は、外に膨らむだけ気をつけて乗ってくれればいいかなと。そこでコース降りて、また山の方に、藻岩山の方に向かっていきたいなと思います。あ、そうです、 ETC じゃない、一般レーンに入んないので、一般、あの緑色のところ、すごい人いるのかな今ね。そしてとりあえず一般レーンに入って、はーい、10年のご利用です。ありがとうございました。お気をつけてどうぞ。ありがとうございます。優位になったのこの4駆の駆動力配分かなり